皆さんこんにちは。今日はですね、湯沢に移住する一番のメリットになるお話をしてみたいと思います。それはですね、湯沢町にあるすべてのスキー場のリフトが乗り放題になるというリフト券についてご紹介していきたいと思います。これ正式名称は湯沢町スキーリフト等共通乗車証と言います。まあ、いわゆる町民優待リフト券なんですけども、これは湯沢町と、それから湯沢町スキー場振興協議会の協力により発行されている、まあ、特別なリフト券ですね。そのリフト券を購入するのにはもちろん諸条件があります。まず第一に、湯沢町に住民票を登録してから1年以上を継続して住んでいるっていう実績がまず一つ目必要になります。その他にもね、こういった条件で買うことができるんですね。まずね、湯沢町に住民登録がある小学生、中学生、買えます。それから、その小学生、中学生の保護者も買うことができるんですね。そして次、湯沢町に住民登録がある19歳未満の高校生及び専門学校の生徒も購入することができます。もう一つ、湯沢町に住民登録がある55歳以上の町民、これも買うことができます。僕たちはですね、当然ですけど短期移住で、1月から3月末までしか住んでいないんですけども、子供たちが、地元の湯沢町の小学校にね、通わせてもらっているということで、ここで実は条件が合致するんですね。通っている小中学生と、それからその保護者ということで、このマジックパス、購入することができるんですね。さて、その邪魔、略して町民リフト券なんて言っちゃいますけども、一体いくつのスキー場で滑れるかというと、この湯沢町にある11のスキー場、滑りたい放題。11個のスキー場だよ。これをまるっと滑り放題できるっていうんだから、こんなすごい、夢のようなリフト券はなくてですね、他に僕こういうの発行してる街をちょっと知らないんですけども、じゃあどこのスキー場が対象になるか今からご紹介していきます。まず1つ目、皆さんご存知、恋人たちのゲレンデ、苗場スキー場、それから、神楽スキー場、田代スキー場というね、プリンス系のスキー場があります。次にですね、湯沢中里リゾートっていうスキー場ですね。これね、子供たち、ファミリーゲレンデでね、すごく人気のあるスキー場です。それから隣にある中里スノーウッドスキー場、これ湯沢中里と隣にくっついてるスキー場ですね。それから僕たちが子供たちのナイターのね、メインゲレンデになってます岩っぱらスキー場。そしてもう一つ、またね、ファミリーに人気のある湯沢パークスキー場ですね。そして、パークとかをね、すごい練習するスキーやスノーボーダーに人気のある神立スノーリゾート。あとね、今ね、結構ね、珍しいスキー限定のスキー場なんですけども、ナスパスキーガーデン。それから、湯沢駅前の温泉街ね、宿場町の真ん中にある、ホテルからね、もうすぐにアプローチできることでもね、人気のある一本杉スキー場。そして、僕たちはね、もう景色、もうナイスビューでね、絶対おすすめしたいスキー場があるんですけども、それね、湯沢高原スキー場って言います。ここも入ります。そしてその隣にある、皆さんご存知ですね、手ぶらでスキーができます、ガーラ湯沢スキー場。これらね、11個、まあ、12個になるのかな、スキー場が、対象になるんですけども、今、名前を挙げたように、一度は聞いたことがあるような有名なね、スキー場、湯沢町にある12の有名なスキー場、全部、ワンシーズン滑りたい放題というですね、夢のようなマジックパスを購入することができますと。12のスキー場を滑りたい放題なだけで夢のようなマジックパスなんですけども、もう一つのメリットは金額です。これを教えたらもうみんな驚くんじゃないかと思います。この、町民優待リフトパスの購入費用ですね、教えちゃいます。まずですね、小中学生1人1万円です。もう一度言います。小中学生は1人1万円で12のスキー場が滑りたい放題になります。そしてその保護者にあたる、人たちは1人2万5千円です。たったの2万5千円です。
それから19歳未満の高校生及び専門学生などの生徒というカテゴリーに入る人たちは1万5000円1人。それから55歳以上の町民ですね、は2万5000円。それから、1年以上住んでいる町民は1人4万5000円ということで、もうね、スキー、スノーボード、シーズンパス買うぐらい熱中してる人たちならもうすぐ分かってもらうと思うんですが、ものすごい破格です。ありえないほど安いですね。太っ腹すぎます。その、与沢町が当然これ提供してくれてるんですけども、多分数々のこう、スキー場があるエリア、町でも、ここまでたくさんのスキー場が滑れる町民優待リフト券みたいなものを発行してるところって、他にないんじゃないかなって、僕の知っている情報では、ここまで優遇されたリフト券っていうのを発行されているエリア、地域っていうのはないと思うので、まずね、これだけでも湯沢町に移住してくる大きな大きなメリットの一つになると思いますね。ちなみにですけども、今言った金額でももう超破格なんですが、さらにさらに特典があるので教えちゃいます。これね、小学校中学生と、その保護者に限っては、さらに湯沢町から助成金が出るんです。なので、まずね、小学生1万円っていう話したんですけども、湯沢町が5000円を助成してくれるんですね。さらに、その保護者2万5000円が2人になるんですけども、ここに対しても、保護者2人目に対してはなんと、1万5000円も湯沢町が助成してくれるんですね。助けてくれるんです。なので、実際には4万円の金額になるんです。大人2人で。もうね、すぐパッと計算できたと思うんですけど、なんと、家族4人、小学生2人と保護者2人合わせて、言っちゃっていいのかなこれ。言っちゃおうかな。なんと、6万円です。6万円で、湯沢町にある12のスキー場、家族4人が、ワンシーズン滑りたい放題のマジックパス、なんと6万円で購入することができます。じゃあ、普通のシーズンパスって一体どれぐらいするのっていうところで、ざっくりね、まあ、周りのスキー場のシーズンリフト代をね、ご紹介します。それがね、こちらです。でん。ね、どれだけお得なシーズンパスになるか、もう一発でお分かりいただけたと思いますが、一般で購入する金額の、もう、ありえないほど安価な価格で、12のスキー場が滑れる優待リフトパスを、発行していただくことができるんです。これは、湯沢町に住居している、住まわれている人たちが基本対象になっているものなので、まあ、このコロナ禍でテレワークとかが進みまして、移住とかね、それから2拠点、多拠点といったキーワードで今住まうところを改めて考え直されている方がいたら、その中でもスキーやスノーボードっていうのがね、もう大好きで大好きで仕方がないっていう人、それからそういうご家族いらっしゃいましたら、まあ、その移住先の一つとして、湯沢町、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。こんなお得な、優待リフトパス発行してくれる地方はそんなないんじゃないかなと思います。なので、まあ、天然パーマファミリーが湯沢町を選んでいる大きな理由の一つもここです。湯沢町スキーリフトと共通乗車証というね、いわゆる町民優待リフトパスのお話でした。ぜひご検討してみてください。ではまた、バイ。 Dude, that father is 10 and permed